翁乱。翁乱は、吉原遊郭の遊女で、くらいの高い者の,のことを言う。現代の高級娼婦、高級愛人などにあたる。18世紀中頃、吉原のカムロや心蔵などの妹分が、姉女郎を、翁乱と呼んだとから転じて、上位の吉原遊女を指す言葉となった。翁乱の語源については、妹分たちが、翁のところの姉さんと呼んだことから来ているなどの、 諸説がある。と言われることが多いが、これはどれも通説であり、現在、転居に基づいた説は存在しない。蒸気客中の、色の辞典、海底版編社の小松形文は、川柳研究家であり、学術的な転居は示されておらず、また、この通説が一般化したのは、近世風俗史森定万光の記述の一部を引用した上、 客注書のような一般書籍が多数発行されているからに他ならず近世風俗し、森佐田万の記述自体が原点引用のないものは聞き書きがと大前提だと断っており、また第二十編小家か、オイランの項目はオイランという音であって、オイランをオイランと読む詳細は何もない。中国文学研究者の大木安氏によると、講談、落語の講野、 高尾の元になった、氷夢流編著の白話小説集、西予高原初集の、売ブ油朗読船オイランの帯娘という、登場人物あだ名、オイラン上司から、オイランに、オイランの文字を当てられたと記述している。近世風俗史及び、これも、一般書籍で引用される五千よく咲きた、オイランが桜かなの書質は、吉原さんあざけりき、 漢文7年1667であるが、この後、図王ホリ集乱と、近世自物公に類似した川が引用されたため、これがあたかも語源であるような作語が生まれたと思われる。江戸時代、京や大阪では最高位の遊女のことは、太夫と呼んだ。また、吉原にも当初は、太夫がいたが、法暦年間に太夫が消滅し、それ以降から、高級遊女を、 おいらんと称するようになった。今日では、広く遊女一般を指して、おいらんと呼ぶこともある。下記に、江戸時代のおいらんについて記述する。吉原に遊郭ができた当初には、少数ではあるが江戸にも太夫がおり、その数は、万事元年、1658年の吉原再建によれば、太夫三人であった。またその会の遊女として、孔子六67人。 百365人、三茶女郎669人、次女郎1004人がいた。江戸時代後期の安永4年、1775年になると、吉原再建には、三茶50人、うち、呼び出し8人、座敷持ち357人、うち、呼び出し5人、部屋持ち534人など、総計2021人となっている。別書によると、官永20年、 六百四十三年に十八名、いた、吉原の太夫は、延響元年、七百四十四年には五名に、関延四年、七百五十一年には一名に減り、法歴、1751から七百六十三年の終わり頃には消滅した。オイランは、引き手ジャヤを通して、呼び出しをしなければならなかった。呼び出されたオイランが、ハゲや振り袖心臓を従えて、 友女やとあげや、引き手者屋の間を行き来することを滑り道中、後に、おいらん道中と呼んだ。おいらんには、教養も、必要とされ、おいらん候補の女性は、幼少の頃から、ハゲとして徹底的に古典や書道、茶道、和歌、こと、三味線、囲碁などの教養、芸事を仕込まれていた。おいらんをあげるには、莫大な資金が必要であり、一般庶民には、 手が出せないものであった、オイランの側も、ハゲや心臓を従え、自分の座敷を維持するために、多額の費用を要した。人気のオイランは、遊女評判機などの文学作品に取り上げられたり、浮世絵に描かれることもあった。浮世絵に描かれているオイランは、実際にはつけるのが不可能なくらい多くのかんざしをつけて、とても豪華な姿で描かれている。遊女には、くいがあり、 それによって、挙げ台が決まっていた、吉原再建に、格付けが記載されている。店にも大店、中身よ、証券よの別がある。時代による変遷もあり、詳細が不明な点もあるが、概ね次の通りである。おいらんは、法歴以降の故障であるため、多勇や孔子は、おいらんではない。本来は、呼び出しをおいらんと呼んだと考えられる。これらより、の優女は、 おいらんとは言わなかった。なお、店の筆頭である友女を、お食と呼ぶことがあるが、本来は、証券余で呼んだ言葉で、大見を、中店では使わなかったという。会の遊女と人用を共にするのとは異なり、高級遊女をあげるには、様々なしきたりが存在していたと言われる。ただし、上記の、初回なじみのようなしきたりは、実在が疑問視されている。また実在したとしても、 あくまでも、大名や豪商が主たる客層であった江戸前期、元禄頃、十七世紀末の前世の太夫に、そのような接客を行った者もいた程度の得意な例であると考えられる。理由として、安価に利用ができる、飯森旗後、宿場女郎や岡場所の流星したことや、主たる客層が、武士層から町民層に移ったことなどにより、 煩雑な作法や格式と高価な吉原の運営方式が敬遠されようになった。それは、法暦年間には、吉原では高価の揚げ屋遊びの消滅や、歴代高尾太夫を抱えていた高級店三浦屋の廃業、そして太夫の位もなくなるなど、顕著に現れ、法暦以降の吉原は、旧来の格式や作法は解体され大衆化路線へと進んだ。 法歴以降の記録では高級友女であった呼び出し、中山、おいらんも、初回で愉快でしており、古今吉原大全など、この時期の文献にも、初回馴染みの手順は記載されていない。少なくとも、太夫に変わり、おいらんの故障が生じた、法歴以降では、常実のようなしきたりの一般化は考えられず、後世に誇張された作法として伝わったものと、考えられる。 古今吉原大前によれば、初回でとこに守備せぬは、客の恥、裏に合わぬは、女郎の恥と、いいスタッフとあり、初回の客をつなぎ止めなければ、遊女の落ち度となるとされいた。なお現存する西絵や、歌舞伎芝居や落語、講談、映画や、テレビドラマなどの、フィクション世界での遊女の姿は、文化、文世紀、19世紀初めの風俗を参考としており、 対していわゆる車の起き手と称されるものは、法歴、18世紀半ば以前の作法に由来するものが多く、巨像と実像には、時代的に大きな開きがある点も注意が必要である。参考、長井義夫、図説吉原入門学研。ただし太夫は、法歴年間には消滅しており、おいらんの故障はそれ以降から広まっているので、太夫をおいらんとするのは、厳密には誤り。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。